キッさん、しょうちゃん、大阪、あ、ここに来るとなんかすごいことです。光が、これか、鏡が反射した。しょうちゃん、大阪行きたいけどいないんだよ、来週の遠征、笹川。今日京都にいたの。プリマ、さっ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 さ。お、音楽、音楽くれた。タンタンタンタタンタタタタタタ。よ。よ、いいえ。いつもワンピース思わず買っちゃった。ワンピース、あ、そう、ワンピース。ありがとう。でもすごいなんかスリットがどうこう、スリットがスリットしてスリットだって。スリットどうなってるでしょうか。のぞちゃん、のぞちゃんありがとう、来てくれて今日。めっちゃ目の前にのぞちゃんいた、うん、ありがとう。今日も癒しだったのぞさん。じゃあ行きたいとつかさんは、あ、アイリはい、そう、アイリはいる。アイリが大阪行くよ、待ってて。来週、会いたいな、そうそう。パンダちゃん、うん、うん、ナイス、こんばんざーい。ダメだ、お久しぶり、ブリのブリブリのブリコ、ブリブリブリ、めっちゃブリブリしてるやん。お久しだね。一郎、おっさささん、おっささささん、一郎ちゃん、大阪、川内、高知、新発祥か、高知、川内、のびぬささだ。お疲れ様です、お疲れ様だ。スリットがね、スリ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 ット、あ、スリスリスリットっていうのトリックにあった名前。なんか英語タイム、3番タイム、あ、なんかやっぱ低いな。が綺麗。あ、そう、今日さっきお話ししてた。今ともうちょっとで15度だって、中秋の名月。シュンタ、あいぶ、そうなんですよ。2日連続ごめんなさいですよ、ドラさん。呼びいただいてた。パンのサッチャが好きすぎてニコニコ通り越して笑ってた。バンザイジャパン、なんか今日もういろいろとすごかった。うわぁ。暑い。あ、そう、のぞちゃんがニコニコしてたからね、こっちもなんかニコニコだった。さっさと行って、いないんだよ。あと寝顔写メ食べ、ああ、特典券1枚ですね。ノーマル写メ便乗させてもらいました。メイタン、あ、ね、充電、メイタン充電、メイちゃん、メイちゃんにもう3日間会ってないことになるのね。ん、3日間、2日間。河内、河内、河内ってよくしおちゃんが言う言葉みたい。河内、少し大丈夫なんだよ。おー、メイちゃんパワー。明日早起きなんで寝ます。ドローン、おはよう。起きた。しおちゃん、こんばんは。早起きの理由は明日、明日、明日、トゥモロー、トゥモロー。あ、ね、コパンちゃんがさっき頼んだチェキの名前がコパンちゃんで登録しましたが大丈夫でしょうか、郵送って。
確かに。じゃあコパンちゃんで一回出してみるか。一回出す。届くかなコパンちゃん。届くから。本当にコパンちゃんって書いてある。ちょっと受け取る時に恥ずかしかった。あの投函されるから。投函されるかな。コパンちゃん。それかあのグループの公式ツイッターの方に DM とかで。ご連絡していただく名前をとか確かに届かんかもしれないね。予想ドキドキ。今度お友達誘ってください。嘘です。嘘です。でもそろそろやりすぎてちょっとさすがにたまに普通の音程に戻そうかなってなるけど結局ねやっぱりそうなっちゃう。名古屋衛星の空港でのライブで会ったぶり。あれ 3? それぐらいか。それぐらいだ。6月。ラムちゃん、キースさん、しおりだ、藤崎、し、そう、台風のしーこ、まあ、やっほーやっほー。すれ違った。パナちゃん、のぞちゃん充電した。前も今日のぞちゃん充電した。アビコさん、昨日のパジャマと今日のやつ優先で送ってくれた。多分順番です。待ってください。有名国のみんなにも、あ、なんかいろんな方フォローしてくださった。そうしおりちゃん受け取れたかな。パナちゃんがしおりちゃん受け取れたかなって言ってる。何かを。何を。パナちゃん、パナちゃん、何かを、何だろう。マジかプリマスリート楽しみにしてます。これは同期のカード知ってた。マジか。あれでも それあれじゃない、 CM、 洗剤の CM じゃない。マジか。うん、洗剤。でも同期のカードもマジか、どっちもマジか。マジかっていう洗剤が食器用洗剤。楽しみにしてます。楽しみにしててください。スリスリスリと。みなみんちゃん、こんばんは。かぶちゃん、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 ありがとう。え、ライブどうだったかな。ちょっとやっほー。こんばんちゃん、あ、本名知ってることなら、そう、過去に注文した履歴があればそこから調べられないかな。実は安い人、時人って安い人。みなみんちゃん、あとで伝えたいことあるから。え、なになになに。え、見る。なんだろう。もし、こんばんは。そう、DM 返信はできないけどね。ちょっと見るね。翔太よ。まあ、すれ違って、さっちゃんって叫んだ。あ、ほんと。ライブしてたかな、その時。さっちゃーん。さっき朝9時半にライブしてた。すごいね。で、モニー。特典頼んでくれた、ありがとう。あ、そう、熊本が実家なのって思った。熊本ご実家。帰ってきた。おかえり、おかえり、おかえりというか、ささが名古屋にいるけど今かわいい。のーちゃん、おかげで充電切れ。のーちゃんの充電切れてしもった。ペッパークヤホー、まだ充電残ってるよ。あげるね。キャンキャンしてる。キャンキャン。つかさんがさっさんっていうの久しぶりで。え、何言ってくれてたの。配信チラッと覗いたけどね。チラッと覗いた。でもなんかね、ループしちゃってた。ここも通信かな。さっささんって言ってくれたの。さっさん、自分も噛む。鬼滅のようなばっかりに刺さるの。え、フォロー。ちょっと後でチェックしてみよう。さっちゃん寝てたか。違う、あ、9時半も広島か。何時頃。え、もうほんと真夜中。めっちゃ朝方。京都撮った。こんばんは。
みなみちゃんライブ始まる前見る側なのに、いやでも分かる、緊張するよね、みなみちゃん生で見る BGS かわいいすぎた、もちもちした、もち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 、そうなんよ、なんかねみんな絶対写真とかで見るより実際直接動いてるのに会った方がね、なんかかわいいってなる。甘く見なぎて、あれなんかない、さっきのね、プリン、プリンじゃない、あった、ドラえもん、よかった、これや、これか、待った、さっき、あそうだよ、これか、氷ちゃん、ももちゃんとサイレってこと、もらったわ、これ、ふみに、誰かと、わからなかったけど、ありがとう。つむきくん食べれた、多分バッテリー充電して、今充電できないのかな、いや、さあさあ、ありがとう、今日も1日、明日遠征最終日か、切ない、早い、そう、明日のポジション確認しなきゃ、コパンチヤッホー、よい、ひたひた、おひたしになった、ひたひた、全部食べたよ、いいな、いいな、ひたひたのみなみん、ね、マジ 50何個入ってて、結構食べて、一人多分30何個は食べたんだけど、さっきちょっとこっそりオンラインなく行っちゃうから、やったー、残りをさっちゃんが食べてくれた、喜んだ、そうさっき動画、そう撮った、撮ったおいしだんご、ハゲる、届くまでにハゲちゃうかな、さっちゃんとワイとつかさまとけいちゃんで、あーその時のさささん、いいな、つかさと話したいな、天使みたい、幕府は大発集国、大発集国、国、まあ5時とか、5時、あ5時は寝てたかも、3時半まで記憶あるな、3時半から何時に起きたっけ、6時、6時台になんかアラームかけたんだ、その時間は多分ぐっすりした、あ気づいてなかった、よだれ垂れた、よだれ垂らしてたタイムかもしれない、プリマ後ろから、あそうそうそう、もうさ今毛量また多くなりすぎてさ、髪の毛長くなったから結んどった、最後のライブでも、もうこれしか結べない、頑張っても見えるのかな、かかん、あれ消しちゃうよこれ、水パパやったささに、あなんか買ってたの FF7 で盗んで、シンラカンパニールーファー社長推しだった、推しっていうこと、昔、今どうだろう、ダダーね、ミレちゃんの、そう、チアーズね、ポチポチしてた、でも前さ多分誰かの、あそうだ、もっとメンバーがなんかイベント参加してた時にポイント使っちゃってて、使い切っちゃってて、そう今ポイント全然ない状態だったんだよね、今ポイントがあればめっちゃ全投下したの、だから今地道に貯めてる、ありがとう、お菓子それもらったわ、誰もしたからなと思ってもらった、ふぇー、うんた、別に今日は今日も早めに終わろう、ちょっと余韻で一首読んでくれた、にぎわいの時に歌方の和の国の帝は歌ぞ込めて差し上げる、ね、にぎわった歌方って言葉なんかいいよね、歌方、ね、だから初めて聞いてくれた人がおったんだけどね、友達です、あばありがとう、あ、そうだ、うん、そう今日ボスンとね、みんなの話してた、なんだっけ、ジェイジェイ、こんばん、スペーゼ、スペーゼ、もうジェノベーゼどっか行った、パスタ、ジェノベーゼパスタチャレンジ成功、イエーイ、イエーイ、イエーイ、今日いただいた T シャツやってや、さっきはボッスンとみんなの暮らしの、みんなの暮らしの様子、何
話してた。それもそう思ったからね、タラチンですね。ウィズパパリメイク2作目買ってきた。え、どんだけリメイクするの。ちょっと笹川の好きな FF8 をリメイクしてほしい。セブンも好きだけど。もう行っちゃったのか。FF8 好きなんだけどさ、人気が低いんだよね。ごとさんこんにちは。マインも好き、うん、でもテンも好き。先端かわ かわいい。あ、まだ本体まだだったんだ。ティッシュ、まだ重ねぎまで。ポイントがもっとあれば笹がまだ非力だけど、非力合ってる。今日休憩なしで残響でまだ使えたから嬉しい。ポイントね、貯めてるけど全然全然なかなかたまんないよね。でもそう、笹がというか他に特にあの応援する人もいないんだけどね。だからミレちゃんを応援してるんだ。いや本当は別のドラムの。リズパパ早く寝て。ワイもう眠いんかい。眠い中頑張って見てくれてるのね。寝ようぜ。明日はちょっと遅めなんだ。ライブは。よかった。おフライトさんだ。こんばんちは。そうだ、昨日たかしが配信来てくれてたから、そのフライトさんと話したよっていう話もしたんだけど、今いないか。この間、おお大音量爆音鳴らしてる。ありがとうございました。本当にこの前も信じてくれて嬉しいね。配信も来てくれた。FF14、 あ、 FF14 ってオンラインのやつか。オンラインのやつだ。えあと、うん、誰きんか。え、どんな話をしたでしょう。めっちゃ可愛い子開けよう。そんな変な話はしない。ただこの前の誰かのツイートにあった、アバが出勤したと思ったら太陽坊が帰ってきたやつだった。ツイートが好き、好きだった話をした。明日行けるかちょっとわからぬの。あ、もし来れたら、もし来れたらね、もし来れたらね、全力楽しいライブするから。明日そうだ、明日どっかで緊張するポジションあるんだ。でも明日のポジションと曲全部覚えてない。これから見る。明日の確認する。しぐちゃん、うわお、何のうわお。これさっき書いてた。物販の時。でもな、今回名古屋であるけど、リジョが東京にいるから会えたら。ああ、え、本当？そう、25年。なんかもともとライブ入ってなかったけど、新宿でライブが入った。はい、入る、入った。そうそうそう、まだなんか詳しく出てないんだけど。そう、25のライブは東京の方のライブは出れるから。だだ、あ、 FF6 やってた。あれだ、6シャドウだっけ、忍者とかいるやつ。 FF7 リメイク3部作ジャンクションシステム。8めっちゃ好きなのにな。あ、ジジない派。ジダン、いいよ、ちょうどこれも寝ちゃうやん。あれなんだっけ、ハーマイオニーじゃなくてなんだっけ。あれ出てこない。ベアトリックス、ベアトリックスが好き。なんか女性のかっこいい、かっこいい剣士みたいな。あ、セフィロスくらいのロン毛目指してた時期が。え、銀髪のサラサラストレートや。セフィロス、じゃあこれからアバロスって呼んであげるね。そうね、85だったのじゃ。パパ朝早くからライブ行ってたから、元メンに挨拶。ん、別に。ああ、はいはい、そうだ、アノフィンさんのライブ行ってたんだ。見た見た見た。FF、 え、 FF もうあの偉大な作品やった方がいいよ。めっちゃ面白いから。13も好き。いっぱい出てる。ドキドキ。
信は何？和国連邦 YouTube 動画、YouTube 動画、YouTube 動画する？する？確かに。撮るってこと？なんか見送られずにね、そう。でもみんなを起こさないように静かに家出たのかなって思ったら、そうでもない？そんなことはない？そう。なのかなって思って、ちょっとグッときた。勝手に。なんかそう、みんなの話すごい大好き。写真とか見るの。ありがとう。すごい。テンション上がる。あれはマジでごめんなさい。もう早い時間にね、出勤してたね。話してよ。猫パンちゃん、FFやったことある？スーファミ？あ、456のどれかか、スーファミっていうと。県外も行くぞ。基本東京でのライブが多いんだけどね。待ってる。やっぱ緊張するポジション。シネマグラフ心配、それは緊張する。それは。曖昧なテンポで心を揺らす。うん。ベアトリックス。ベラトリックス、ベアトリックスでした。FF9 の。両親の実家は熊本。おお。あ、自分の実家ではなく、ご両親の実家。阿蘇空港から車で4時間かかるから移動だけで大変。めちゃめちゃかかる。熊本広いのか。熊本行ったことないな。なんか今いないんですけど、メンバーでもともと熊本の子がいて、そう、唯一の笹川と同時期に。同じ日にデビューした子、もうその子しかいないんですけど、本当に本当に同期っていうの、そう、その子は熊本県の伝道師でした。元気かな。 FF8 はレベルバンクスにすると、なんだシステムにケチつけるのか。 FF8 の FF8 の悪口は許さないぞ。もうストーリーとキャラが最高なんだから。さっさとの今後、推し面？ささおし。ささおしさん募集中。GTR こんばんざーい。米。あ、プリマドラクエ派か。ドラクエね、なんだっけな、4かな、うちにあったの。なんかファミコン。クライムハザード、クライムハザードやってない。クライムハザード。うんちもね。どんなやつ？赤ちゃんこんばんざーい。ふみとはね、違う部屋にいるよ。カヤも違う。ハリが、あ、ハリポタマニア、そう、ベラトリ。今日明日は顔に。クス出てくるね。あの髪長いパーマの。自分もハリポタすごい見てた。ベアトリクスでした。熊本ね。そう、ふみがお祭り行ってたライブ、京都の子ももちろん思い出した、思い出した。ただ純粋に本当にあれだね、京子はんはその京都の伝道師だった。京子はんはちょっと先に入ってるから、熊本のあやきゃんは、あやけんが唯一本当に同じデビューって感じ。ありがとう。だから笹川と同時期にデビューした子今いないんですよね。今笹川一人なんですよ。怖いのうんこすけってこと？こすけしーちゃんがうんここ言ってる。ドキヒトくん、あ、ね、五島列島言ってた。ちょっと動かしてないよ、ごめんね。なんでよ、長崎。長崎も、そう、九州全然まだ行ったことないんだ。メイミョンさん、めじめじめまして、こんにちは、初見じゃない。ストーリーは好きなんよ、ジャンクションシステムがなければ。え、ジャンクション面白いけどな。まあ、やっぱ髪長いパーマの、髪長いパーマのアバ。アバだ、髪長いパーマのって言ったら。なんか全然、モンちゃん、モグラコロッケって何？どう？おいしい。ちょっと待って、さっちゃんってなった。ちっちゃい子、ばんまーい。モグラコロッケ？さっきプリン食べたよ。え、さっちゃん連想する、モグラコロッケ。ね、
ポテピピ、あやきゃん、あやきゃん一緒だよ。あやきゃんは12月6日に一緒に。え、京子はんの話かな。あやきゃんは全く一緒。そうだよ、無理。ライブでしょ。うん、しおちゃん、うんうん、なんか影響受けなくてね。しおちが最近返事がうんじってよく言ってる。あ、ひなたさんが来た。ひなたさんが来たよ。じゃあ声でっかい、声でっかい、声でっかい、声でっかい。あった、こんばんは。会えた。そう、ありがとう。めっちゃ嬉しかった。そう、今日配信でずっと話してて、やっと会えたね、やっと初めて会えたねみたいな。ありがとう。何人かって嬉しかった。しみ会えちゃった、会えちゃった、ありがとう。本当にシャリ走らせてくれて、ぶっ放してくれて楽しかった。調子部隊こんばんは。サガも楽しかった。また絶対会おうな。ね、肉に、俺以外に、あ、え、お肉に、そこトレット、そこトレットの人そんな集まることなかなかない。行ってみたい。絶対海綺麗でしょ。福津、小学生時代宮崎に住んでました。意外と結構意外と全然意外とかでもないけど、あれだ、いろんなとこ引っ越してたみん。これしぐるちゃんが好きっていう顔ね。長野さんのキャラクター、長野さんの方あんまり見てないんだよな。たまに見るけど流れてきた。ゴトレットって聞くとカンコロ餅、あんころ餅とは違う。カンコロ餅、あ、これか。ね、こっぱなんかちょくちょく、うん、うんちとかうんこと書いてる。そっちでおじさんこんばんは。砂組織かわいそう。ドキッとくん剣が余裕で行くとしょ。すごい行動力の化身。すごい。が優勝しました。待って待ってる待って。あこちゃんひなたくんと話す。そう。あれ言う前からちょっと薄々気になってた。ずっと話してるって思って。何話してるんだろう。気になるって思って。何話してたの？焼酎。さっちゃんのこと？とかって全然違った。自意識過剰だ。自意識過剰か。もしかして佐川。これです。あやけん一生そう12月6日。美味しいよ。美味しい。ファーストワンマンライブ。渋谷ルイドケーツ今は泣き。酒だろう若かとうとし、あ、そんなのしたっけ。なんでかっていうと。ごとうどん美味しい。あれ？ご飯と。あれは違うか。でトレットは何が有名？リスパンしかついてきなかった。福鶴転勤族、でもなんか転勤族ってちょっとさ、なんかちょっと特別感あってなんか憧れる感じあったけど、絶対本人からしたね、本人とかからしたらもう絶対大変だよね。絶対だってね、仲良くなったことも何ヶ月か後に何週間後に引っ越すんだみたいな漫画みたいなことがあるわけでしょ。切ないよねそれ。なんかさ、新しいポップエッションあるじゃん。 あの時さ絶対押されて、でも慣れてると思う。そんなでもないのかな。やだ逃げる空、さっさと回した決めた。やった時間作ってきてくれた推しだね。俺ちぎり契約、契約じゃないけど。やったー、ありがとう。本当に配信毎日来てくれて、ありがとうございます。パクソコンなので書いてくれて、やっぱ春の陣でやってたか。でもなんか そんなこともありましたな。ありましたな。しごちゃんうんちとかんこって、赤ちゃん、赤ちゃんってシルバニアファミリーの赤ちゃん。でもしおりはよく赤ちゃんって言って、一時期言ってたけど、でもあれはしおりが赤ちゃんなんじゃなくて、みんなが赤ちゃんなんだって。赤ちゃん気を切ってて、ひなのとこ結婚式場から出てきちゃった。見ちゃった話なんてしてない。ああ、結婚したのその二人。
じゃあ祝福しなきゃね。ねほ。パパパパーン。パパパパーン。あ、たかしだ。あれ？さっきフライトさん来てくださってたけど。もう今いないかな。来てくれてるかな。そう、さっきフライトさんがねコメントしてくれたからね。そう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 。マサトクじゃない？たかしと昨日の配信で話したよーって。来週のチャンキーした来週もあいちゃんやってんな、あとおやつ買ってから全然めっちゃ嬉しかった、全くそんなこと考えなかった、シンプルに普通に喜んでたありがとう。そう、まだみんなに配ってなかった。そう、みんなに配ろうと思ってまだ配れてなかったんだ。いつもさ、みんなで美味しくいただく。ありがとうね。笑顔がいいですね。ありがとうね。ありがとうございます。どこで美味しいの？京都のやつか。しんごちゃん、五島列島では五島牛？五島牛？へえ。卵屋ってもの食べてないんですよね。すごい広い大地でのびのび育ってそう。ブルブルだ、ヤッホー。やばい、あくびが出る。そろそろ配信終わる。じゃあ、かった。1時10分まで。1時10分まで配信しておうよ。ちなみに、親に甘やかされた。でも、いい家で育てたね。素敵な家庭。ご両親。ありましたな。って何その含みは。ありましたな。うん。笹川は何も何も変な意味とかこもってないから、ただの語尾ありました。あるの字行ってない、あ、来てないか、そうか、そうだ、夏からか。あ、カフェオレが飲みたいですか今。こんばんざい、オレ優勝したので罰ゲーム。コーヒーはブラック派だけどカフェオレ飲むなら甘めにしたい派。笹川笹です。五島の福さやのカステラ、あ、そっか、長崎カステラね、カステラ有名。あこちゃん多分結婚式の下見してたのかなって、たこ焼きさんとかと話してたんだって話をしたさ。あれあるじゃん、可愛いってあるじゃん、これ自分で本当はおすりあそってね言うのにハメてる。それあそパー先のパンのやめちゃんってるパン。高橋さっきまで、うん、ミクチャ、それはもうミクチャ。オンライン楽市楽さんの特典、あ、運営さん次第なんだけど、運営さんが送れる時に送ってくださってる感じなので、でも大体2週間前後くらいかな今かな、かな。でもたまに早く届いたりする時、あとよく深夜に届きがち、真夜中に。うん。これシャルニちゃん。あのシャメとか動画だったら、ツイッターの DM の方に、そのグループの公式ツイッターアカウントから届くと思うので。ちょっと気長に待っててね。うん。待ってて待ってて。ありがとう、頼んでくれて。まあ。こんばんざい、うん、うん、斜めなんかそういう感覚ない、こんばんざい、めちゃくちゃさ、なんかどういう矢印なそれ。ハクのヤッホー、今日いた、あ、バンドー部屋のカフェオレタンと一緒に、あ、そういう関係、あゆみちゃん、あゆみちゃん、ドー部屋のしおりたんと一緒になるもんね、笹川も。そうしよっていっぱい撮ったもん、読んだじゃん、見た、しおりが明日これやろう、しおりのめっちゃ足長い写真も撮ったからね。あ、さっきさっちゃんのさ、足長い写真のせちゃお、お互いの足長写真のせるかなめっちゃね、身長190センチなってる、やばいよね、うん、さっちゃんマジで、ね、18頭身気持ち悪いめっちゃ顔ちっちゃ、あ、こっちさっちゃんの白いチキン名前持ち歩いてるけど、川崎ちょっとあの白い、川崎ん？でも川崎コラボちった、そんな、あ、わかった、あれだ、あの日だ、やだ、指定されたらいい、あ、でもあの日白チキちゃんのこと
か、あの日は白チッキじゃなかったけど、逆に秋しか売ってないんだよ。あの日かなって思ったけど、新葉さんの発売記念でライブが無料だったから、その日かなと思ったけど、でもあの日書いてたような気がする。でもずっとそんな限られてくるからね、ライブしたい。謎解いて、謎解き。タブパンでも言ったけど、ステージのさちゃんめっちゃかっこよかった。いやありがとう。そう、あ、10分になっちゃった。早い。配信のさちゃんとギャップあってドキッ。ドキッてきた？そうだよ。作戦成功。そうなんですよ。なんかよくね、ギャップあるって言われるんだよね。自分的には何だろう、そんな、なんか意識してないけど、ギャップあると言われる。なぜだろう、どんな感じなんだろう。うん、いや、イカダと呼ばれることとても面白い。き唯一は公家装束。公家装束なの？今日着てたのは違うか。パパ、僕の初日じゃ、ササの願い星 1A なので、あの時離れたのはか、あ、 1A か 1B だって。まだ夏の風に匂い乗せて振り返る、あの背中に、あ、今日 1A の後半歌ってた。思い出す懐かしさに、赤ちゃん、たくやぎさんに直接話しられたことないけど、できなんたくや戸惑ってた。戸惑ってるの、想像つく。タケイト君、次回より生きる限り堂々として胸張って。何でもいいんだ、マシ長写真。そう、190センチあった、あれ、しおちゃん。そうよ、190センチだもん。さっちゃん、本当は何センチ？273。273か。おお。歩道橋。歩道橋。273？歩道橋もうちょっと高いかな。もうちょっと高いか。うん、もうちょっと高いと。ジャングルのてっぺん。うん？ジャングル？うん。あれ？てっぺん。あれ？そうよ。あれね。ジャングルジム。そう。ジャングルジム。久々にこの単語発信したから、久々すぎて一瞬わかんなく出てこなかった。ジャングルジムとかもうやってない。ジャングルジム。ジャングルジムももうちょっと高いな。あ、でもそんなかな、そんなかも。ジャングルジム、ジャングルジムのてっぺんです。ジャングルジムのてっぺんです。やっほーやっほー。しおちゃんの寝顔写真もよろしくお願いします。しおちゃん寝てください。寝顔写真、寝顔写真撮っていいよ。はい、どうぞ。やべ、今携帯使ってる、撮れない。本当さ、口開くんだよね、ぜひ。よだれ、めっちゃ出る。あ、はい、しおちゃんの寝顔写真、写真撮った？はい、終了。本当に撮っちゃう。本当にマリ撮っちゃう。イエーイ。マリ撮っちゃう、ササ撮っちゃう。マリ撮っちゃう、ササ撮っちゃう。でした。見たかな。クロッチになりたい。お休み、突然のお休み。もう帰った。そう、平和。今日すぐれちゃった。ずっと平和。あとはね、しおち語録としては、笹川がさっきここの机に向かってたら、牛を通ったしおちが一緒に触れちゃダメです。突然ベリーズ工房って言ってきた。だから笹川ベリーズ工房になったみたい。ベリーズ工房加入したみたい。なんでベリーズ工房な？加入しちゃった、さすが。万歳ジャパンじゃなかった。今嫌いなとこ見つける方がむずい。本当に？そんな感じです。塩ささささ塩部屋、現地からは以上です。また何かありましたら皆さんにご報告をしたいと思います。おやすみ。ありがとうね、今日も配信見てくれてね。ベリーズコバ。
に頑張るね。今活動してるね。もう解散、解散した。明日遠征最終日だ。頑張ってきますわね。皆さん応援しててください。昨日より最新のさ、しゅーちゃんジェントクルーズも好き。小学校の時、中学校え、本当に結婚式場行ったの？結婚式場。夏休みも練習するから。一緒ありがとう。ああ、こっち明日待ってるよね。小学校5年生の時からね。いいな、今日のストリームホールの動画見よう。くっちゃん一年生とか友達とね、あと UFO にってめっちゃ流行って、おやすみー、ずっとした姿、273cm の姿。そう、今日背伸びした、背伸びして300cmになった。3m、 うん、テレスコープ、それは押すって、あれ今はちょっと寝るって言って嘘ついてた。16分なっちゃった。良い夢を。おやすみ、おやすみまーん。